3日目。今日もいい天気。ちなみに雨が降ると畑に水やらなくて済むから、結構ね、雨の日は好きです。 この世界で。よいしょ。水がいって、私これで作れましたね。そうでね、結構畑にこうやってね、有害なこう雑草とか生えてくるんですよ。こう、お世話しないとね。まずは、じゃあ、序盤、最初取った、見つけたこのポリメリーを植えていきましょう。間違えちゃった。これね、ポリメリー。こうやって、ポコ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 ポリベリーを畑にどんどんもうとにかく植えていきます。で、今こう1個ずつやってるんですけど、この今乗ってるパワーアーマーをアップグレードすると、いっぺんにね、まけたりとかできるんで。楽になりますね。で、水やり。このね、水やりとかがね、結構ね、大変だからね。ほら、水がもうなくなっちゃった。だから、水場に行って、そしたら汲んでこないといけないんです。これが結構ね、大変。だから、最初は水辺の近くに、拠点をね、作るのがいいですね。さてと、種も植えたし、ちょっと次の機械を作るか。なんだっけね、油が作れる機械かな？これ。これを入れましょう。手前？フリーモードってやつ好きなんですよ。この辺かな？この辺立てて。追加。はい、できました。これでね、ポリベリーを収穫できたら、ここでね、ポリベリーの油が作れたり、今はね、植物油しか作れないんで、とりあえずでもこれ作っておきましょう。はい、あ、これで油ができます。さあ、そして今日は、あとは、一番重要なもの、これ。アップグレード倉庫。ちょっとね、これまで作りたいね。で、これを作るってなると、これか。アセンブラーっていうのをまずね、最初に作った方がいいです。アセンブラー。ここに設置して、お、油ができた。油ができるまで待って、石と、あとアルミニウムか。今日できてるかな、アルミニウム。よし、油を作ってる間にアルミを回しに行こう。あ、今日アルミがない。今日アルミがないぞ。そうなると、少し別の場所に探検しに行かないと。アルミを探しに。あ、なんかこっち違う気がするな。こっちなんか別のエリアな感じするな。行き止まりだもんね。あ、そうだ。これ、
こまめにセーブしないと突然落ちたりするんで、セーブしときましょう。イエイ。忘れがち、セーブ。お、油できてるね。どんどん作ろう、油。これ作れるかな？あ、作れるみたい。アセンブラー。作れない。あ、まだ足りなかったのか。よいしょ。とにかくアルミを探そう。やばい、もう正午だ。ああ、もうこれほんとすぐ夜になっちゃう。どうしよう。これ設定ないのかね。ゲーム。オーディオ、ディスプレイ、揺れちょっとこうしとこう。75ぐらい、75ぐらいにしとこう。モーションブラーも低い方がいいな。操作。マッピングをインプット。ないみたいだな、時間。長さ。一日の時間、設定。はい、これはね、急がないと。あとアルミどこだっけなぁ。はいはい、作ったけど。そっか、そのブニブニちょっと取るか。せっかく来たから掃除しつつ、これ有害なね、これ水でこれはお掃除できます。よし、オッケー。ここら辺を探索しつつ、他になかったっけ。あ、水あるんですよ。水補給して、なんかあそこに赤いのあるぞ。気になるな、あれ。この赤いのなんだろう。ジオードのかけらだって。ジオードのかけらを発見。これも資源らしい。いやー、ほんとまだアップグレードしてないから水がすぐなくなっちゃう。水がないねー。よいしょ。アルミないかな。なんか全然関係ないけど、ガンクっていう、これも Xbox ゲームパスで遊べるゲームがあるんですけど、これはね、この有毒な粘液みたいなのがいっぱい出てくるゲームで、ちょっとね、それを思い出すね。お掃除するゲーム。ガンクってやつ。気になる方はちょっと検索をしてみてください。よいしょ。こっからじゃダメか。バキュームできない。あ、やばい。あこっからじゃ吸えないか。あ、吸えた。よし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 。やばい、もう夕方だ。早くしないと。そして、アルミ見つからなかったな。ここもアルミが確か生えてくるはずなんだけど。アルミがないですね、マッキー。よいしょ。帰ろう。帰ろう。で、とりあえず寝て。
また明日探すか。ないよね、アルミね。ブルーベリーもちょっと怖いな。よし、ただいまー。よし、寝よう。さあ、そして、あ、もう4日目もう4日目。早い。あ、やばい、雑草の種が来る。これね、イベントで、やばい、水がない。どうしよう。スパイクソーでいけるかな。なんかね、あ、来た、これ。ね、降ってくるんですよ。こうやって襲ってくる。えい。バキュームの方がいいのかな。ほい。ね、畑をね、こうやって襲ってくるんですね。戦う、地味にこう戦う要素もあったり。ああ、ここで落ちたところがダメなんだよ、これな。で、私のポリベリーを守らなくては。えい。ここで吸い取って。結構降ってきてるな。やったー、有害な殻ってやつゲット。しまっとこう、とりあえずジオードのかけらと、これおーし、そうだ、水やりしとかないとね。ポリベリーに、あー水がない。あ、そうだ、アルミも見ようっと。今日は生えてない。あ、生えてる。アルミのこの変なね、穴からなんか生えてくるんですよねスパイク層に切り替えて、はい、最終4つゲット。ゲイ、これで、あれ作れるんじゃないか？機械が。よいしょ。水。そうだね。出来上がるのに時間かかるから。本当は種があったらどんどん植えてっちゃった方がいいのかもね。適当に植えちゃったから。いい。いい。じゃあ、これが、どうかな？あ、石が足りないのか。石、今度は。石はここら辺にあるから、すぐ集まるね。よし、これで。できた、アセンブラーできました。で、これはね、アルミのね、フレームっていうのが作れるんですね。作っちゃいましょう。フレーム。お、新しい建築も開放されました。で、そっか、やっぱアルミが足りないんだな
そう、これも小さいキャビン、テントのちょっと大きい上位互換ですね。はい。アルミと岩を。あ、こっちもにも、こっちにもあるじゃん、水辺が。アルミあった。お、今日はなんかいっぱい生えてるね。いいですね。いただきましょうか、じゃあアルミを。うん、アルミが美味しい。カシャカシャ。もうカシャって音がいいね。アルミのね。あ、こっちにもあるよ。いいね。今日はいっぱい取れるね、アルミが。なんか解放するといっぱいアルミが出るようになったりするのかね。今さっき作ったじゃん、機械。あ、これだ。餌付けするやつ。普通の、なんか餌をあげると、動物と仲良くね、なれるっぽいんですよ。ちなみにこれも染料として、使えますよ。ブルーカラーフラワー。よし。あとは岩と、やばい。重量が。水も汲んどこ、ついでに。いい。あ、ちょっとジャンプできないからね。ゆっくり戻ろう。茂みを破壊しつつ戻ろう。いい。よし、アセンブラー、アルミのフレーム。これくらい作っとこうか。あと油も、ね、ここで、製作しといて。さあ、そろそろどうかな？作れるかな？これ、アップグレード倉庫。多分足りてるはず、材料は。ゼロって出ちゃってるけど、ボックスに入ってる分がただカウントされてないだけなんで。ねえ、この辺がいいかな。この辺かな。こうするか。よし、ここにしよう。建設。最大まで追加。あー、できたー。はーい。まあ、ここまでね、行けば、うん、序盤は、こう乗り越えられたんじゃないでしょうかね。ここまで行ったら、うまくね。はーい。さあ、これでメカを、なんと改造できます、ここで。アップグレード倉庫。これでアップグレードができるようになりまーす。はーい。序盤はね、こんな感じです。どうでしたか、皆さん。ちょっとね、時間を忘れてね、ちょっとついついやっちゃうね、ゲームですよ、これは。雰囲気もいいし、何よりこう、なんかおっかない敵がね、出てこないのがいいですよね。マイクラ好きな人は絶対ハマると思います。はい、今回はこんな感じです。もしね、ライトイヤーフロンティア気になったらね、ぜひ Xbox ゲームパスで遊んでみてください。はい。皆さんまた良ければ、動画ぜひ見に来てください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。